はい、じゃあジムですね。はい、と今に行くシリーズは、7年を超えて、YouTube の方に動画を、1350本以上になると思います。上げております。どれも力作となっております。詳細はアメブロ、シーサーブルーからお願いします。そしたら、東条を中心になってきてますかね。満州国、お願いします。満州国の話をしておりますけれど、ここからですね、ここに、書きましたように東条英機の陰謀の話に入りますね、はい、今まではそのいわば序論のようなことを申し上げておりましたけど、ここからですね、東条の陰謀に入りますね。さて、関東軍はですね、内蒙古を何とかしてですね、自分の勢力圏に得るたい。そうですよね。さまざまな謀略を出るんでございますけど、はい、なかなかうまくいかない。はい。そこでですね、当時内蒙古を勢力圏に置いていた軍閥の不殺機に対してね、はい、声をかけるわけです。なるほど。暴挙不挙と読むずばないかということですよね。しかし不殺機もですね、関東軍のやり方をずっと見てますからね、暴挙不挙というのは名のもとにですね、俺をですね取り込むつもりだなということで警戒をして、その申し出を断ったんですね。なるほど。断られたら関東軍がどうしたか、具体的にはですね、参謀の田中高吉でございますけれど、どういう行動を起こしたかということをこれから申し上げます、はい、さっきに謀略を 見破られ関東軍と手を組むことを拒まれた関東軍の田中高吉中佐は、関東軍の傀儡政権ダロンの李主審の自熟で栽培させ儲けさせた亜鉛の売上金の中から60万円を持ち出し、関東軍の機密費からも50万円を引き出し、不殺機攻撃のための部落軍の編成を始めた。この60万円というのは、まあ、今で言うと、まあ、60億ぐらいに換算していただくといいと思いますね。相当な金額ですね。大変な感じですよ、うんうん、そして関東軍の機密費からも50万円を引き出して、不殺機攻撃のための部落軍の編成を始めた。部落軍でございますからね、その辺の与太者をかき集めて、はい、軍隊らしく形式を整えた軍隊まがいの軍隊を作ったわけですよね、関東軍、赤軍を使うわけにはいかないので現地の主要軍閥を金でかき集めた謀略部隊であった、はい、関東軍からは作戦指導と特戦のため4名の将校だけを派遣した。ただし武器弾薬等は参謀本部および陸軍省の許可なしに多量に送った。これはね、秘密作戦でございますからね、東京の参謀本部や、はい、それから陸軍省には言えませんね。なるほど、うん、そんなこと言えば参謀本部に頑張ってるですね石原幹事にですね、そんなことやるなって止められてしまいますから、黙ってやったんですよね。ああ、そういうことですか。武器弾薬、まあ飛行機もどんどん送るんでございますけど、武器弾薬等は参謀本部陸軍省の許可なしに多量に送った。戦闘機4機、偵察兼爆撃機2機、輸送兼爆撃機6機、小連絡機1機、トラック150両、
これはあの満鉄から提供させたんですね。なるほど。トラック150路有線無線の電信機等々を持っていった。行動開始日は昭和17年11月14日。これに対し中国側は蒋介石直系の陳世雄軍長に不作機を第一指揮官とし、参考手段を持って対戦した。うん、僕は正規軍ですね。ニャンの方は金で集めたチンピラの軍隊ですよね。当然正規軍に、中国の正規軍に勝てるわけでもほんじゃない、ボロ負けをするわけですよね。なるほど。中国側は陳世雄軍長に正規軍、参考手段を持って対戦した。参考手段でございますから、1個手段大体1万5千ですから、4万5千の軍勢ですね。両軍が接触したのが11月17日。翌18日には不作機の指導する部隊に戸中高吉中佐の編成した謀略軍は徹底的に蹴散らかされて敗走してしまった。戸中高吉はですね、武器弾薬はしっかり送ってるし、はい、飛行機も送ってるからね。そうですね、準備は、簡単に負けるわけがないと思ったところ簡単に負けてしまったんですね。きちんとしたですね、訓練を受けていないような後の衆というのはですね、うん、戦力にならないことがやっと分かったんですね。この時、田中高吉はですね、命からから現場を逃げ出したようですよ。不作機の指導する部隊に田中高吉中佐の編成した謀略軍は徹底的に蹴散らかされて敗走してしまった。内蒙古の軍閥、徳王などの内蒙古軍などの軍隊が中国国民政府軍に木っ端みじんにされたのに驚いた関東軍は、事態収拾のため関東軍の正規編成部隊を派遣することを計画した。うん、こじゃいかんということで、今度はですね、帝国陸軍を出すことにしたんですよ。そうですか。そうなると今度は帝国陸軍でございますからね、満州ここに駐屯する関東軍、これは日本の軍隊でございますからね、帝国陸軍ですね。それを出すについては、まあ予算がいるわけですね。ああ、そういうことですか。正規軍でございますから国の予算がいる、したがって予算の申請をしなくちゃいけませんからね。したがってその申請をする途中で、それを聞いた参謀長の、はい、ごめんなさい、作戦部長の参謀本部の石原幹事は怒ってですね、はい、とんでもない、やめようということで中止命令を出すわけですよね。うん、その話に入りますけれど、関東軍は事態収拾のため関東軍の正規部隊、正規編成部隊を派遣することを計画した。今度は現地の特攻などの謀略部隊ではなく関東軍の正規部隊だから、部隊移動のための軍費が国庫から出る。大蔵省との交渉のため関東軍参謀副長今村仁少将が東京へ派遣された。大蔵省が金を出すということは国として関東軍の行動計画を認めたことになる。こんな計画を許せば日本と中国が本格的な戦争状態になると仰天した政府は関東軍を抑えにかかった。関東軍の行動に最も反対したのは参謀本部作戦課長、この時は作戦課長ですね、はい、それから作戦部長になるんでございますけど、作戦課長石原幹事大佐だった今村仁を叱責し、南部も関東軍へ電報を打ち、陸軍大臣を説得し、まかり間違えば日中全面戦争となる危機を抑え込んだが、これによって石原は拡大派や財閥などから
俺もよかった。なるほど、そういうことですか。つまりこの契機にですね、大戦争に持っていこうとしたんだよね。大戦争になれば財閥は儲かりますよね。武器弾薬はどんどん補給せよということになります。したがって財閥は石田幹事に恨みを持ちますね。もちろん関東軍は恨みを持ちます、はい、石田幹事はある意味拡大派からね、狙われたんです。そして拡大派は石原幹事を作戦部長の職から追放しようと思ってさまざまな運動を始めるわけです。石原幹事はまだそのことに気づいておりませんけれど、運動はやはり気がつくんですね、しかしその時には、もう参謀本部は拡大派に固まられると思ってね、石原幹事はどうしようもなくなってね、職を辞すことになるわけでございますけれど、その後はですね、拡大派の牙城となった参謀本部はね、本格的に戦争に突入していくわけですよね。石原幹事の忠告を聞いておれば、そうですよね、日中戦争は起こらなかったけど、起こったとしても、局地戦で終わったんですね。残念なことになりました。そうですね。ではちょっと休憩して。はい、わかりました。はい、ありがとうございます。